皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回はオームの法則を利用して解く問題です。図の回路の ① から ⑥ のそれぞれの値を求めましょう。1番の回路、これ直列の回路になっています。電源の電圧が 12V、 そして抵抗 R1 と R2 が直列につながれています。電流 2A がここで流れていますよね。そして分かっているのは R2 の電圧が 4V、 求めるのは R1 の電圧が何 V か、それから R2 の抵抗、これが何オームか、 R1 の抵抗が何オームか、これを求めます。直列回路ではどの部分も流れる電流、これは等しくなっていましたよね。これを基本に考えて問題を解いていきます。2の方の回路、これは並列回路になっています。電源の電圧 6V、 ここでは 3A が流れています。そしてここで 3A がこちら側に 1A、 もう一つの方に ⑤A が流れていっています。で、並列につながれている R3、 この抵抗が何オームか求める。もう一つの R4 の抵抗、これが何オームか、これを求めていきます。並列の回路では並列になっている部分、その部分の電圧は全て等しい、こういう関係にありましたよね。このことを元にしてこの3つの値求めていきます。皆さんは一度ここで動画を止めて答え考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。オームの法則、これを覚えるときこんな図覚えた人いるでしょ。この図って電圧は分からなかったら電圧は電流と抵抗をかければいい、電流が分からなかったら電圧を抵抗で割れば電流が出ると、抵抗の大きさを求めたかったら電圧を電流で割ると、こういう関係が全て分かっているので、ぜひこれを覚えてる人、これをどん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 使って問題を解いていきましょう。では ① のこれ電圧ですね。直列回路ではそれぞれに並んだ抵抗にかかる電圧を足したら電源の電圧になる、つまり ① と 4V を足したら 12V になる、こういうことですから 12V から 4V を引いたのが ① 12-4 は8なので ① の答えは 8V、 こうなりますね。2番ですね。2番、この抵抗ですね、抵抗は電圧を電流であります。これ直列回路なんで電流すべて流れている電流の大きさは 2A です。ですから 4V を 2A である、4割2、答えは2ですから R2 の抵抗は 2Ω、 こうなります。それから R1 の抵抗、ここ 8V ですから 8V を 2A である、8割2は4なので ③ のところは 4Ω、こうなりますね。さて2番の並列回路です。並列回路、ここで 3A の電流が流れていってこちらに 1A 流れました。残りが ④ の方なので 3-1 の 2A が ④ の A ということになります。で、並列回路すべて電圧が等しいので、並列に並んでいる部分の電圧が等しいので R3 にかかる電圧も電源の電圧と同じ 6V、 R の4にかかる電圧も電源と同じ 6V ということになります。そして ⑤ の何オームかという抵抗、抵抗は電圧割る電流、ここは 2A が流れていましたよね。ですから 6÷2 で5番は 3Ω と。それから R4 のところ、ここ 6V ですね。で、1A なので、6÷1 で 6Ω と、このように答えが出てくるわけです。
今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。